私の養子になろうと。この話をお受けすれば、先生のワインコレクションを全て私自身のものにできると思いまして。何のために？先生を超えるためです。いかがでしょうか。いい？だからあなたは神崎豊の全てを奪い取らなきゃいけないの。自分の人生の選択が正しかったことを証明するために。あなたに何が分かる？私も母も神崎豊に捨てられたわけではない。現に母は後に幸せな家庭を持ち、セーラーを産んだ。私たちの人生に神崎豊は関係ない。大丈夫？まただ。見えない。寝てないと。彼は必ず這い上がってくる。私には分かる。神崎しずくのことを言ってるの？一人にしてください。二人とも出てってくれ。しずく、
くんは。連絡ありました。どこ行ったんだよ。山。山？メモが。電話は？かけたんですけど電源切ってるみたいで。だけの時が流れたのか、私は気がつくと頂に立っていた。眼下の峰、全てはひれ伏すように美しく沈黙し、岩肌に張り付く白銀は絹のドレスをまとうかのように滑らかに輝いている。何なんだよこれ。あのワインと同じ。間違いない。風の香りだったんだ。第四の使徒とは。何か変わったか。え？登る前にあんたの顔を見てすぐに分かった。自分が何か変わるんじゃないかと思って山登ったが、でも何も変わらなかった。はい、寂しいだけでした。山は山、あんたの悩みはあんたの悩み、別のもんで。そうですよね。で、山はどうだった？怖かったです。確かに山頂から見えた景色は綺麗で達成感はあったんですけど、今こうやって無事に帰ってきてやっと安心したっていうか。そっかそっか。ごちそうさまでした。俺もな、山登った後は家族の顔を見てからの方がこう、なんていうか達成感が湧いて、何度登ってもいつもそうだ。あんたにもあるだろ、家族とか戻りたい場所とか。あ、悪いこと言っちゃったかな。でも学生さんだろ。いや、一応こう見えても会社員なんです。ああ、
もしもし。ああ、しずくん。本間さん。お前何やってんだよ。ほらほらほら、出た出た出た。しずくん。もう心配してたんだからね。おい、会社のことは心配するな、全部俺やっから。うんうん、ほら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 、気をつけてね。孤高の頂は神秘に包まれ、私を誘う。高い理想を抱き、流行る気持ちを抑えながら、踏みしめるように私は頂を目指した。困難な道のりは、荒ぶる魂となって牙を剥き、魔物に見入られたかのような執念を駆り立てる。どれだけの時が流れたのか、私は気がつくと頂に立っていた。眼下の峰、全てはひれ伏すように美しく沈黙し、岩肌に張り付く白銀は絹のドレスをまとうかのように滑らかに輝いている。なんという至福、なんという透明。この頂から全てを召喚できる喜び、私はそれを胸いっぱいに吸い込み、頂を後にした。それでは一世よ、神崎豊が定めし第四の使徒、そのワインを披露せよ。伊勢。はい。おお。人は厳しさを乗り越えてこそ喜びがある。喜びが待っていると知ればこそ、人は何度でもその厳しさに耐えられる。このワインを例えるなら、スイスとイタリアの国境に位置するアルプス、その絶景を眺めているだけでは決してわからない。たった一人その孤高へと立ち向かう。試練を乗り越え、困難を克服した者だけが味わえる至福、喜び、達成感、そして次の山へ挑もうという決意。以上です。お前の答えはミシェル・コランドルジェ、シュバリエ、モンラッシャー、00年だな。はい。では切るよ。はい。いいな、伊勢。お待ちください。味の素、ソフトバンク、カネボウ化粧品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何の用だ、しずく。グリューナ・フェルトリーナ。これが第四の使徒。
いえ、これは違います。驚きました。父は何を思って雪山の記述を残したのか。僕はこのミネラルの香りに誘われて山に登りたくなりました。自分でもよくわからない衝動で、そこに何があるのか。だから僕は試練の先にあるものを受け取りに行った。たどり着いた頂上で僕はすごく寂しくなりました。そこには感動はなかった。何も変わらなかったんです。でも本当の感動はすぐ近くにあった。自分は一人じゃない。ありがとう。このワインはそれを気づかせてくれたんだ。自分は一人じゃない。そう思うとなんだか勇気が湧いてきました。まだ自分でも気づいていない大事なものがあるような気がして、だから僕は戦いたい。戦わなければいけない。この前は第四の人ではありません。僕の、僕自身の新たな決意の証です。山頂までたどり着かなければ見えない景色があった。山頂まで行かなければその麓に本当の感動が待っていることを僕は知らずに終わっていた。だからこの勝負最後まで向き合おうって思ったんです。もう一度戦いたい。これが僕の答えです。お願いします。もう一度チャンスをください。伊助、待っていたよ。しずく、では決まりだな。ありがとうございます。ミシェル・コランドレジュ、シュバリエ・モンラッシュ、2000年。さすが一世だ。豊かな表現を寸分たがわず理解し、完璧なまでの答えを見出した。だがしかし、それにしても雫だ、本当の感動は孤高なる頂の先、仲間のもとにあるとな。はい、乾杯。乾杯。え、どういうことですか。乾杯したから乾杯。つまんないっす。ちなみに僕今回は乾杯じゃなくて不先輩ですから。そうですよ、皆さん乾杯じゃなくてこうです。ん、こう。目覚めよバッカス。
何それ何それ、だってしずくんがやってたから、ちょっと皆さんもやってたら、あれ神様ですよ、おかげの。おやす、豊かとは違ったアプローチで見せ始めた。山の鉱物特有の成分ミネラル、その香りが山を吹き抜ける湿気を含んだ空気の香りと同じだと本能的にあやつの花は感じ取った。しずくもまた神に選ばれた男なんだ。二人が神崎豊を超える日か。あなたをあの二人が超えることなど。できない。見えない。二六菩薩？このままでは失明する恐れもあります。残念だわ、私を裏切るなんて。あなたはどうして戦うんですか？僕たちが戦う意味って何なんですか？ちょっとためになるワインの話や制作秘話などお宝話が満載の神の雫作者のルムレー日記を抽選で10名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までお送りください。